あ、こんにちは、アズです。今日はもう、もうすぐ11月なんですが、新ブランドをご紹介させていただきます。じゃあ、商品紹介と一緒に、ブランド紹介も、進めていきたいと思いますが、こちらです。あの、見たことあると思うんですけれども、見たことあるのかな皆さん。あの、ロシアのブランドで、ラスベートっていうブランドなんですけれども、あのスケートブランドです。スケート服のブランドです。ゴーシャ・ラプチンスキーの、スケートライン、ちょっと説明しますね。ブランド休止を発表した、ゴーシャ・ラプチンスキーがロシアの、スケートボーダーたちと密かにスタートさせたスケートレーベルになります。はい。ラスベートは、日の出という意味で、スケートボードのみならずアートや、音楽など現在進行形で進化し続ける、ロシアの新たなカルチャーシーンを発信する、ゴーシャの故郷の同志たちと、モスクワユースカルチャーの、新しい夜明けを告げる注目のレーベルとなっております。はい。今日ご紹介するのは、小物と、あと、まあ、洋服何型かな、結構あるんですけれども、ちょっと長くなりそうなんですが、ご紹介させていただきます。はい。まず、キャップからですね。値段は、5600円に消費税、生地はコットン 100% で、6パネルかな、1、2、3、4、5、6、6パネルのタイプで、前に、ワッペン、はい、と、後ろがこれですね、このパチパチの調整となっております。はい。サイズはフリーサイズです。はい。ちょっ と,、スタイリング剤ついてるんで被ることはできませんが、若干浅めなのかな。はい。です。はい。色はカーキだけです。はい。続いてこれ、はい、スポーツソックス、チェッカーフラッグ柄ですね。はい。ちょっと袋に入ってるんですが、ここにラスベートでチェックが入ってます。はい。ちょっと一回出そうか。はい。右側はこうチェックなんですが、こう左側はこうなってます。はい。夜明けかな。はい。値段が3360円、ちょっと中途半端な値段なんですが、3360円で、メンズの M サイズというサイズ展開のみとなっております。はい。生地はコットン、80%、ポリアミド、18%、エラスタン 2% となっております。はい。もう一個別生地、あ、違うか。これ合ってるか。はい。はい、以上。以上じゃない。黒と、白と、グリーンにオレンジですね。はい。と、イエローに、グリーンの4色展開となっております。はい。 M サイズちょっと僕履いてみましょう。これ買うのでちょっと履いてみます。黄色買います。
はい、足のサイズ、スニーカー 26.5 から7とか履くんですが、ちょうどいいです。ちょうどいいというか、まあ普通に、男性の方だったら大概誰でも履けると思います。はい、でサイズはこのサイズのみです。あ、これかわいいな。片方チェックで片方がなんかちょっと幾何学っぽい、柄となっております。はい、ちょっと片足だけ変えたまま、片足だけ変えたまま次の、商品説明します。はい、次も、ソックスですね。これも値段が一緒、3360円の、2色展開で、白と黒のみ2色展開となっております。はい、柄は、今履いたソックスなんですけど、生地感は結構薄めで、すっごい履きやすいです。はい、でこれも同じ生地か、もうちょっと分厚いのかな。うん、でもまあ似たような生地、あ、でもこの足首のこの部分がリブになってますね。はい、こんな感じです。これはリブ、これはリブになってないですね。うん、はい、で値段は同じ3360円に消費税となっております。はい、靴下は以上で、続いて、こちらですね。はい、ビニです。はい、値段が5000円で、生地はアクリル 100%、 色は、黒です。はい、で1個しか入ってきてません。はい、で、前にワッペンついてます。はい、サイズは、フリーサイズとなっております。はい、小物は以上。続いて洋服いきます。こちらチェックパンツ、イージーチェックパンツですね。商品名はメンズパンツのみになっているんですけれども、生地はちょっとしたこの寝る肝みたいなパンツ生地となっております。はい、値段は31,000円、素材はコットン 100% で、ウエストゴムの紐で調整できます。はい、で、両サイド、ポケットがついておりまして、後ろにも、ポケットがついております。はい、若干太めのテーパードシルエットなので、非常に動きやすくスケートがしやすい形となっております。はい、では、色はベージュとネイビーの2色展開となっております。はい、ではベージュの方から履いてみたいと思います。はい、どうでしょう。身長168センチの体重が52キロで、S サイズを着用しております。はい、こんな感じです。あ、これすっげー楽、楽ちんです。うん、はい。で、もう一個、ネイビーの方も履いてみたいと思います。はい、どうでしょうか。こちら身長168センチ、体重52キロで、ネイビーは XS サイズを着用しております。はい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 。履き心地すっごいいいです。で、コットン 100% なんで、普通に洗濯機で洗えます。はい。続いて、はい、続いて、シャツいきます。はい、チェックシャツです。はい。値段が 24,300円、生地が、コットン 100%、生産国はトルコ、あ、さ、今履いてるパンツもトルコになります。はい、で前のチェックがこれになります。で後ろはこれ、はい、チェックの切り返しになってます。前後で、切り替わってます。はい、襟の仕様はボタンダウンとなっております。はい、では着てみたいと思います。はい、いかがでしょうか。身長168センチの体重が52キロで、 M サイズを着用しております。はい、
ちょうどいいというか、まあ若干緩めです。でもビッグサイズではないですね。はい、横から見るとこうですね。はい、後ろから見るとこうですね。はいはい、うん、この身長体重で、ちょうどいいかなです。はい、チェックシャツは以上。はい、次もシャツです。はい、こちらも商品名メンズシャツ。はい、値段が 18,800円、生地はコットン 100% で、生産国はトルコで、前にプリント、まあ、プリント入りの生地がついてるというか、生地にプリントをしたわけ、生地にプリントされてますね。はい、された生地もうわけわかんない。はい、を使用したシャツとなっております。はい、前がこれで後ろは無地です。はい、では、この派手な方から着てみたいと思います。はい、どうでしょう。身長168センチ、体重が52キロで、L サイズを着用しております。はい、はい、さすがにこう L になると、大きいですね。はい、横から見とこう。はい、後ろこう。はい、はい、この色は以上。サックスブルーに、赤なんですけど、ちょっとオレンジっぽく見えるんですけれども、多分赤になります。はい、次白着てみます。はい、どうでしょう。身長168センチの体重の52キロで、M サイズを着用しております。さっきは L だったんですけれども、今回は M サイズを着用しております。はいはいはい、こんな感じです。やっぱ僕で M でちょうどいいです。はい、続いて T シャツですね。 T シャツはもう説明し、そんなに試着しなくてもいいか。はい、はい、値段が1万円に消費税、生地はコットン 100%、はい、かなりいい生地使ってます。で、この切り替えの部分はシャツの生地を使ってます。シャラシャラしたシャツの生地を使用しております。はい、サイズは LML か。はいはい、サイズは LXL 展開となっております。はい、でシルエットはビッグではございません。通常の普通のシルエットになっております。はい、で裏は無地です。はい、 T シャツ以上。はい、続いてこちら、はい、メンズスウェットですね。クルーネックのスウェットになります。値段は 13,600円に消費税、はい、生地はコットン 100% です。はい、で、生産国はトルコで、前身頃が、プリントで、後ろは無地となっております。はい、で、裏地はパイルです。はいはい、では着てみます。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が52キロで、 L サイズを着用しております。はい、スウェットに関しては L でちょうどいい感じです。はい、で、裏地もパイルなんで、すごく着心地が良くて、春先も着れます。はいはい、このセットは以上です。はい、続いて夜明けです。はい、夜明けスウェット。はい、色はネイビーで、前身頃に、シルバーで、プリントが施されております。はい、で、値段が 13,600円で、生地はコットン 100% のよいしょ。はい、裏地はパイルになります。はい、着てみます。はい、どうでしょう。先ほどの白いスウェットと同じサイズ、 L サイズになります。身長168センチの体重が52キロで、 L サイズを着用しております。はい、着心地、一緒です。はいはい、続いて、はい、続いてこちらもメンズスウェットっていう、商品名になります。はい、
色がグレーと、ブラックの2色展開となっております。で、黒で説明した方がいいか。はい、リブ、このリブの部分がジャージみたいな生地で、切り替えとなっておりまして、袖の、この部分が、チェックと無地の切り替えになっております。はい、でそうっすね、マテリアル、ボディ、このボディは、コットン 100% なんですが、この、先ほどのジャージみたいな生地のリブの部分がコットン 63%、 ポリエステル 37% になっております。はい、値段は 21,600 円に消費税です。はい、後ろこれ、はい、では、一応グレーも袖の部分切り替えになってます。はい、じゃあグレーから着てみたいと思います。はい、いかがでしょうか。身長168センチの体重が52キロで、L サイズを着用しております。あのシルエットはあのバルーンシルエットになります。あの着丈と身幅がほぼ同じ、ちょっと丸っこいコロンとした感じのシルエットとなっております。はい、どうでしょうか。はい、あのこの生地の切り替え部分だけちょっとね、光沢感のある生地となっております。はい、で、スウェットの裏地は、パイル地になっております。はい、続いて黒も着てみたいと思います。はい、いかがでしょう。身長168センチ、体重が52キロで、こちらも L サイズを着用しております。はい。はい。はい。うん。この切り替えが非常にいいですよ。なんかスタジャンみたい。いいですよね。はい。はい、こちらのスウェットは以上です。続いて、はい、フーディーです。はい。マルチパターンの、フードになっております。はい、色はパープルとブラックなんですが、右袖が白、左袖がグレーで、フードがネイビー、そして、ワンポイントのみです。はい、で裏地はパイルです。はい、生地はコットン 100% で、値段が 15,800 円です。はい、続いて黒。続いて黒、ボディは黒で、右袖が青。青というか、まあネイビーですね。はい、左袖がグリーン。はい、フードが赤です。はい、では、着てみたいと思います。パープルの方から着てみます。はい、どうでしょう。身長168センチの体重が52キロで、L サイズを着用しております。はい。はい、はい、はい、そして黒も着てみます。はい、どうでしょう。こちらも L サイズを着用しております。はい、どっちの色が好みでしょうか。はい、はい、パーカーは以上。はい、続いてこちらですね、ニットですね。値段は 19,600 円で、生地はウール 50% アクリル 50% になっております。はい、はい、総柄です。あのジャガード織りのニットとなっております。はい、では早速着てみたいと思います。はい、いかがでしょうか。身長168センチの体重が52キロで L サイズを着用しております。あのこれちょっと良くないですか。ちょっと若干モックネックまでいかないネック、はい、はい、です。色は、白黒のみの展開となっております。はい、はい、ウール 50% なんでチクチクが、まあ、若干苦手な方でも、着れるかな。まあすごい苦手な方は無理ですけれど、若干ならみたいな感じの方であれば、着れると思います。はい、
はい、こちらのニット以上です。はい、続いてこちらです。あのタートルネックの、ジャガードニットになります。はい。値段が 18,500円で、生地はウール 35%、アクリル 35%、ポリエステル 30% となっております。はい、トルコさんとなっております。はい、お客さん来られたんでまた後で撮影します。はい、すいません。では、続きですね。ジャガード織りのニットになります。先ほどの、白いニットと同じようにジャガード織りになってます。はい、では実際に着てみたいと思います。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が52キロで、L サイズを着用しております。はい、こんな感じです。はいはい、ウールが 30% ぐらいしか入ってないので全然チクチクしないです。あの首周りもあったかいし、あのチクチク苦手な人にはあのかなりいいのではないかなと思っております。はい、うん、はい、いいですねこれ。はいはいはい、以上。はい、最後はこちらフリースですね。フルオーバーの、フリースブルゾンです。はい、値段が 24,300円、生地が、ポリエステル 100% になっております。はい、で、首元に、後ろにこうドローコードがついてて絞れます。はい、で裾も、ドローコードがついてて絞ることができます。はい、で、はい、ああそうか、ポケットは1つです。うん、はい、で裏地はついてないです。こんな感じです。はい、では、着用してみたいと思います。はい、いかがでしょうか。身長168センチの体重が、52キロで、L サイズを着用しております。はいはいはい、こんな感じです。あの、まあ、フリースなんですごいあったかいです。で、特徴としてはここ生地の切り替えですね。フリースと、これは何だ、ウールメルトン生地の、切り替えとなっております。はい、うん、はい、以上、今日はラスベートっていうブランドですね、ロシアのゴーシャ・ラプチンスキーが、新たに始めたスケートブランドのご紹介でした。ではバイバイ。